癒されるだけで身につくイングリッシュ、聞いてくれてありがとうございます。前園ゆうきの声をやりました島崎信長です。後ろ田ゆきとの声をやりました滝口幸宏です。いや、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あれですね、普通、英会話のレッスンに行くと、1時間で 5,6 千円かかるらしいんですよ。なるほど。でその中でしっかり学ぶ会話が3つ4つだったりするらしいので、はい、なんかね、この CD だとそのドラマも聞いてもらいつつ、なるほど、こう英会話もいくつか覚えていただけるっていう、なんか、すごくねいい感じのものになっているはずです。もう初めから3つ4つにも絞ってる感じがあるよね。ね思ったよね、正直ね。まあほら山ほど人はやっぱ覚えられないから、固めて、これだけ覚えとけば、どっかで使えますよっていうのをね、ちょっとユーモアね、じみたものも、含めて覚えていただけたらいいんじゃないかなと ね思いますね。しかもちゃんとね、クリスのネイティブなね、発音はあるから、ちょっと俺らの発音は置いておいて、ね、ネイティブなのあるからね。そうですね、よく聞いていただける。でしかもなんかそのさっき言ったその3つ4つでほら詳しくって言ったけど、クリス曰く、この3つ4つが使えれば、夜の社交場は大丈夫だって。限定的だな。だからちょっと海外の方にこうちょっとアプローチされた時に、こんなこと言ってるんだなっていうリスニングもできるし、こんな言葉でゲラってね言ってもいい、出てってって言ってもいいし、ね、まあ、そういう使い方もね、できるんじゃないかな。夜の社交場英会話レッスンって新しいね。今までなかなかないと思う俺。ないね。ああ、2人の英語の成績どうだった？俺はね、もうすごいよ。何？ドイヒ。何がダメだったの？当時は興味が持てなかった、まず。ああ、なるほど。覚えたところで、結構田舎育ちだったし、別に海外に行くこともなかったから、覚えたところでって思ってたけど、今はね、もう街でね、英語使えたらいいし、オリンピックも来るしね。ね、ちょっとコメントしていいですか？ずっとニコニコして。じゃあここでジャックを演じてくれたこうアメリカ人の彼も紹介します。どうぞ。どうも、クリス・マコムズです。よろしくお願いします。クリス、イエーイ。それはポイントですね。やっぱり英語どれぐらい学校で勉強しても使う機会がなかったら、忘れますよ。忘れますね。だからなんか田舎の方へ英語を勉強してる子供たちはちょっとかわいそうだなと思ってね。うち地元東北宮城県なんですけど、しかも普段使わないのもあるんですけど、受験英語なんですよ、やっぱり。だから読み書きはできても言えないとか、そうだ。しかもその受験用の試験に出る構文とかしかわからないとかでしたね。僕もだから高校生の時は受験英語はできたんですけど、ある程度は、今さっぱりです、身についてません。でも試験の英語はやっぱり普通の会話の英語となかなか違って、全然もう会話の英語は試験の英語と違う勉強になりますよ。よく言うのはさ、丁寧すぎるとか言うよね。外で使うのは全然違うんでしょ。そうですね、うちの日本語の勉強も一緒ですよ。教科書の日本語は硬くすぎるからあまり使わないと思うんですが、日本人の友達と日本語の会話してみて、そのままで自然にもうちょっとナチュラルな日本語を学んだと思いますよ。でも教科書の英語ばかりだったらあまりね、会話になりませんよ。僕ら二人の英語の発音はいかがでしたでしょうかという質問らしいです。まあ良かったですよ、本当に。まあ良かった。まあ良かった。なんかほら、すごい、なんて言えばいいかな、優しく。優しく優しく言うと良かったです。もう割の日本人の友達の英語はね、ちょっと冷たい感じですよ。教科書を読んでる気持ちで自然じゃないですよ。でもフィーリングが入っていったら、発音がそんなに正しくなくても、なんか感じるからいいと思いますよ。で今日使った英語はね、すごい感じたからいいなと思って。ボディーランゲージじゃないよ、テンションランゲージ。そう、すごく気持ちよし。なんか前ちょっと説明したんですけど、英語は曲とちょっと似てますよ。で、発音がちょっと変わらないと、ピッチがちょっと変わらないと、なかなかアメリカ人に冷たいですよ。
だから今日はすごく良かったなと思って。ああ、なるほど、はい、じゃああれですね、皆さんあの海外に行かれた時とかはちょっと英語とか発音に自信がなくても、気持ちを入れて、逆に気をつけしないで気持ちでとにかくやると、向こうの方はちょっと好意的に対応してくれるんじゃないかっていう。特にアメリカ人と話している時、それは一番大事なところだと思いますよ。文法が間違っても、単語の発音が間違っても、なんかフィーリングをちゃんと入れてくれさ、まあ、なるほど。あれですよね、日本でいうあの関西の方とかの方言みたいに、あのなんだろう、音が上がり下がりすごくする感じっていうんですか。そうですね、抑揚ついてる感じだと多分いいんですよね。はい、はいはい、結果この CD で分かったことはテンションそう、いやでもあの大事なことだと思う、すごく。そうね、フィーリングとテンションはすごく大事だよね。それでは最後に一個だけあの改めてレッスンしていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、このセリフ英語だとどんな風に言いますか。それはまた君に会いたい。それはですね、 I want to see you again。 Oh, I want to see you again。 そうそうそう、 I want to see you again。 これ言う時って、want to でくっつけるのか、want to っていうのか、どっちが正しいんですか。やっぱり t と t だから、あの1回だけ t の発音をします。 I want to、I want you。 そうそうそう、 I want to、 そうですね、 I want to、 so、 I want to see you again はなかなか自然じゃないです。これでも簡単だね、 see you again ってよく使うけど、頭につけるだけで。いやいやいや、使いません、使いません、使いません。よくね、これはね本当の話だっていうと、よく日本の英語の教科書で読むんですが、使いませんよ see you again だけ。そうなの、え、なんで。不自然ですから。See you だけは大丈夫ですけど、 See you again はね、ほんと思いますよ。え、何の英語ですかと思っちゃいますよ。See you だけは自然の英語です。そうか、でも日本語で言っても、またねってよく言うけど、また会おうねってあんま言わないね。そういうことか、同じ気持ちかもしれません、ね。じゃあちなみにライトに言うまた会おうねっていうのは何て言うんですか。 See you 以外で、あ、 See you で、 See you だけ。なるほど、 again が不自然なんですね、そういう意味では。でも I want to see you again は自然です。あ、なるほど、なるほど、はい、では練習していきましょう。はい、お願いします。また君に会いたい気持ちを込めて、練習していきます、僕らだよ、2人で。あ、俺ね、俺らは。そうだよ、なるほど。今なんで大吉さん他人事だったの、ね、見てようかなと。僕ら一緒。わかりました。私の後いいか言ってみてください、I want to see you again。 I want to see you again。 I want to see you again。 I want to see you again。すごいフィーリング入ってますけれども、ちょっと怖いですよ。もっとロマンチックな声で言いましょうか。ロマンチック、 OKOK。 I want to see you again。 I want to see you again。 うぅー、おい、いい感じ。やった、覚えた覚えた。よし、クリスありがとう、 Thank you。 いいえ、 Thank you。 いいえ、楽しかったです。ではまた次のレッスンも君とできることを祈りつつ、今回はこの辺で。お相手は島崎信長、滝口幸宏、クリス・マコームズでした。それじゃ、I want to see you again. I want to see you again.